あさって種子島宇宙センターで予定されていた H2A ロケット47号機の打ち上げは、悪天候が予想されるため1日延期されることが決まりました。そんな中、今日関係者らが会見を開き、打ち上げに向けた意気込みを語りました。当初、あさって26日に種子島宇宙センターからの打ち上げが予定されていた H2A ロケット47号機。しかし、当日打ち上げ場周辺で雷などの悪天候が予想されたことから、JAXA は今日、打ち上げを翌日の27日に延期すると発表しました。そんな中、打ち上げを担う三菱重工は、種子島宇宙センターで今回のミッションについて会見を開きました。2022年10月のイプシロン6号機、今年3月の H3 ロケット初号機と国産の基幹ロケットの打ち上げ失敗が相次ぐ中、担当者は今回の打ち上げにかける意気込みについて次のように語りました。 H3TF1 号機の失敗の後、基幹ロケットとしては初めての打ち上げになる。 H2A ロケットにとっても特別な打ち上げである。ここから先の作業をしっかり行うことによって、必ず打ち上げ成功させたいと強く思っているところです。 H2A ロケット47号機には、星や銀河などの大きな天体をこれまでにない詳しさで明らかにすることを目指す X 線分光撮像衛星クリズムと、誤差100メートルという世界最高技術で月への着陸を目指す小型月着陸実証機スリムの2つの衛星が搭載されます。月着陸、依然として非常に難しい技術だというふうに以前からも認識をしているところでしたので、我々としては自分たちの運用にはもちろん全力を挙げるということを改めて思っていたところでございます。 H2A ロケット47号機は今月27日午前9時30分15秒に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。